today. はい、冷めちゃいらっしゃい。これでチケット買ったんでね、パンダいっぱい並んでる。パンダ、まずパンダにんまり返し。本日1時20分から1時40分まで西園の両生爬虫類館におきまして、蛇に触ることができるイベント、蛇のタッチミーを開催いたします。今さ、パンダのところがいっぱいなのよ。ほら、西園両生爬虫類館にお集まりください。繰り返しご覧ください。どうも先に入った方がいい、それとも帰り出るところで並んだ方がいいかな。西園は乗れる。おーおお、分かった分かった。ちょっと教えて、いろいろ。先にさ、パンダの方がいい？もう混み始めてるから。パンダ見ちゃう？先に。先にパンダかな。でもね、流ればいいよ。でも入り口のすぐそばにパンダがあったから、結構早い流れが。パンダ見る。テロップ書いておくか。4000名さんいらっしゃい。俺の顔ばっかり見ててもしょうがないから、こんな感じだからね。高画質配信だから、あれさ、高画質配信ですからね。いろんな人がいるね。ジャイアントパンダって。流れ早い早い。マップがあるよ。マップ調べてる。モノレールってどっから乗るの？モノレール。
マップにはモノレールって書いてないんだよ。パンダの糞どんなそこが知りたいのねそこも僕も途中で変身します。あの後半あたりから変身します。猿山とかいっぱいあるよ。楽しみだね、ジャイアントパンダ。おお、おお。ベビーカー貸したい人とか貸してくれるんだ。これ俺もベビーカー乗りたいな、これ楽そうだよ。ギリギリ見れるか見れないか、あ、どうかな。何時までギリ行って、でも頭に乗ってられないよ。何だろう、5000名歳らしい。5000名でしょ。いつ来てもおかしくない。あ、そうなんだ。怖いよ。石原の。それはあやちゃんだけど。アダムが初めてだから。パンダのぬいぐるみでも買ってこうかな。これさ、配信してると一人ごと喋ってるからさ。あ、松本ちゃんです。松本さん。はい、5000名サインらっしゃい。パンダグッズかわいい。あ、トロちゃん嬉しい。待ってたよ、トロちゃん待ってたよ、待ってた、うん、これからね、パンダ見るよ。はい、7000名再生しちゃい、すごいね。1万いっちゃうよ、これ。来園は初めてですか。そう、初めて。でも、物心つく前に親に連れられてきたことはあるみたい。だからまあ、ほぼないです。初めて。うん、みんな来たことあるのかな。羨ましいな、こんないいとこなんだね。でしょ、雰囲気もいいしさ。上野公園のすぐ隣なんだね、上野動物園って。あ、パンダちゃんの写真がそこにある。コイン投げていただけると助かります。かわいい、かわいい、かわいい、ね、これも何でもありやつ。あ、ジミンありがとう、キンちゃんありがとう、ギンギンありがとう。ジャイアントパンダ。あれ、まあ写真のマークはあるけど、もしかして撮影禁止？
あ、ゆみちゃん、この時間やると撮影禁止だったらどうしよう。出ちゃう、出ちゃう。まだ見えないさ。撮影禁止だから当然配信もダメだよな。モルバツって書いてある。どういうこと？お腹すいた。で、次何か食べた？これからお昼？もうちゃん、そういうことか。フラッシュがダメだ。フラッシュがダメ。チビとデートしようと思ってると思う。あ、本当？じゃあちょっとリハーサルにどうでしょうね。一箇所一箇所見て回るつもりで今日は。フラッシュはダメだって、よかった。撮影自体がダメだったらもうあれだよね、パンダいきなり見れないってことになっちゃうから。あれなんて思う？ジャイアントパンダ、大大熊猫って、大熊猫か。写真撮る。これね、漢字が読めなかった。もうちょっと進んだら、子供が可愛い。これで写真撮った。動物園って行く、久しく行ってないから、大人になっても動物園デートってワクワクするの。あー、そっか、そういうもんか。今日はね、僕、皆さんとデートということでね。あ、なに？何言うの？大熊猫、これから見れるんですね。そうそうそう。いいよ、俺読み方合ってるよね。大熊猫でやれ、これね。違ってたら恥ずかしい。そう、マップ上にさ、モノレールのさ、あれが乗ってないんだけど。
内にある別んちでした。おー、はいはい、大丈夫大丈夫。ちなみにさ、あれは使える？うん、フリーキップ、うんうん、スイカ使えるかスイカダメか、楽しみだね。先に並んどいてよかった。すごい人が。でもね、
意外と進みがいい、うん、もうちょっと出てくる。またカメラのフラッシュ、ライトなどは事前にお切りください。パンダの産卵中は周りの方の産卵の妨げにならないよう通路を引き返さず歩きながらの産卵をお願いいたします。またカメラのフラッシュ、ライトなどは事前にお切りください。パンダご観覧中は周りの方の観覧の妨げにならないよう通路を引き返さず歩きながらの観覧をお願いいたします。またカメラのフラッシュ、ライトなどは事前にお送りください。パンダご観覧中は周りの方の観覧の妨げにならないよう通路を引き返さず歩きながらの観覧をお願いいたします。またカメラのフラッシュ、ライトなどは事前にお送りください。パンダご観覧中は周りの方の観覧の妨げにならないよう見てるかもしれない。返さず歩きながらの観覧をお願いいたします。またカメラのフラッシュ、ライトなどは事前にお切りください。ヨネギちゃんしてみる。あ、でも今ダメだ。周りの方の観覧の妨げにならないよう通路を引き返さず歩きながらの観覧をお願いいたします。いよいよパンダだ。またカメラのフラッシュ、ライトなどは事前にお切りください。パンダご観覧なるべく多くの方見られるように屋根の下たくさんの方入ってしまってください。お願いします。ありがとうございます。写真数枚撮れましたらお母さんパンダの前まで行ってあげてください。お待たせしました、こちらシャンシャンでございます。シャンシャンだって写真撮りたい。お子様連れのお客様、お写真撮れてましたら進みください。お願いします。ご協力お願いします。写真数枚撮れましたら2人が連れてご観覧です。お願いいたします。ありがとうございます。ゆっくりで大丈夫です。写真撮れたら連れてご観覧お願いいたします。写真撮れた方はお母さんパンダの前まで行ってあげてください。そのまま運動場に行きます。お待たせしました、こちらシャンシャンでございます。写真も撮った。今パンダいないみたい。見れた？見れた？親だよ親。ほらお尻なんかしてる。かわいいな。これうんこしてんの？
これそう、 iPhone じゃないからね、ズームができないんだよ。写真撮った。棒伸ばせばいいか。棒伸ばしたな。横にする。かわいいな。ああ、向こう行っちゃった。その端にいるの。少し待つ、待つ。あれ、いなくなっちゃった。でも今さ、待つ、虫って今どこいるんだ。いたほら来たよ。お尻向けてるよ、かわいい。三密。おそ、来た。お尻しか見えない。見れました。あ、出てきた。うろうろしてるけど可愛いね。
飼育員が降りてくるか。なんか落とした。食べてる。もういいかな。まだムシャムシャしてる。シンシンから、あ、シャンシャンから出てこられる方いますのでね、トンネル内ではあまり立ち止まらないでください。え、なんか食べてたね。見れた？まだ見れた？すごいこれ何？シャンシャンとシンシンとリーリー。すごい。でも。入っといてよかったね。今もうこんな、どう見て。パンダこんなに待ってるんだけど。よかった。40分待ちだって並んどいてよかった。先に並んどいてよかった。あれ、シャイすごい人ね。俺ねこんなにね並ぶ前にね並んじゃったからね、早いうちにねあのパンダ見れたよ。可愛かった。写真も撮ったしね、録画も残しとくのでね、後で見てない方は見てくださいね。はい、じゃあ次はどこ行こうか。あ、パンダも売ってるよ、ここ。なんか落としたよ。
じゃあとりあえずパンダ見れたんで、次はゾウさんかな。ゾウさん、あー、クラッカーありがとう。世界の猿いっぱいいるよ。どうやって徘徊して見た方がいいかな。その前にさ、トイレ行っていい？あ、クーク、あ、ゾウさんここにあるんだ。じゃゾウさん見てからトイレ行こう。パンダ綺麗だ、可愛かったね。あとツイッターあげるからね。なんか動物園出たところちょっと困ってる。はい、これゾウさんです。お尻しか見えない。あ、いたいたいた。おお、ゾウさんでっかいな、迫力あるな。でもゾウさん今正面向いてる。そう、攻めてから来る。ゾウさん、ゾウさん見てから来る。来来来、坐坐下来。在这里特价是不可以。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 うん、おー、あっちにもいるんだゾウさん。で、これゾウさん、ケツ。ケツ。これは何種の大象？わぁ、何だ、やっぱしょんべんでる、しょんべん。すごい、ゾウさん。おい、もうおしっこしてるときどうしようかと思っちゃった。じゃあ行ってて。はい、じゃあとりあえずね、これゾウさんでしたね。ゾウさん見たよ、ゾウさん。3頭いるよ、ゾウさん。3頭1頭あ、臭くてる、臭くてる。ジョボジョボ聞こえた。いやさ、ゾウさん見たらさ、証明したくなっちゃってさ。次はね、キジとかカワウソとか、その辺見てこようか。結構上野動物園ってさ、トイレがたくさんあるんだね。
肘顔ちょっとやべ、残り電池が少なくなっちゃった、充電しなくちゃ。ジャイアントパンダ可愛かった。でさ、ご飯食べないのか。よし、向かいますか。キジってどこだ？キジ。いた。腰やかき。ニヤトリみたいな。これ食べるんだ。日本キジ。
本生地。え、パパこれ食べたことある？あるよ。おいしい。そうね。じゃあ今打って食べる。日本のポップ。やりたい。バカね。ヤブーツカ、ヤブーツカコック、うん、これヤブーツカコック、これまたなんか並んでるけど、なんだろうこれ。その前にカワウソ、カワウソが見れる。マイちゃん、カワウソいた。いた。どこいた。カワウソ。泳げるの。ねえ。泳げるの。でもちょっと可愛かったよ、カワウソ。爪は鋭いよ。今見たと思う。いっぱいくるんくるん。あ、それメス。首がぐるんって。フクロウかわいいね。あれもフクロウ。ほら、あ、なんかちょこんとしてる。明日だね、明日か。いるかな。あ、いた。いた。明日がいた。何？これね。いた。明日か。
そうできる。ハゲタカ？何これ？ハゲバス？うわ。高いタカ。小次郎ハゲバシだって。いろいろ持った。桃赤のすり。桃赤のすりってのは。うん、桃赤のすり。これどっからどうやって見ていいか分かんないな。これなんか立派な建物だね。水金窟。これなんか聞こえる？カラスチュー。あ、次ライオンだ。ライオン。ライオン。の前にゴリラと虎の森だ。御三家スマトラトラ、まあ、とにかくなんか1,2,3,4,5,6,7種類入れたってこれ。虎の森いるのこれ。虎わかんねえ。わかんねえ。
入ってみるか。何もいないよ。あ、お茶ありがとう。配信中なので挨拶だけしてしまーす。嘘、おまけかよ。金太郎くん。なんか滝ばっかりで何も見えないんだよ。どういうこと？トラのカブフラージュ。拾ってて長猿。お猿さん？猿か。マクジャクと拾って長猿。お休みするんだ。ライオンさんいないんだっけ？ライオンさんいないとかって聞いた気がするぞ。いる？ライオン。なんかみんなカメラが構えてるんだけど、見れるかな？いた。おー。
人がすごい。あっ、ライオンいた、ライオン見れた見れた。ちょっと席外しました。あ、おかえり。今ね、ライオンじゃなくて何だっけ、ライオンかな、さっきね見てきたよ。歩ってた歩ってた、徘徊してた。今度ゴリラかな、ゴリラ。今度ゴリラ見よう、ゴリラ。ゴリラの穴が銅像みたいがあるけど、鉄、ゴリラの鉄。いいよ、行くよ、座ってよ。立派だね。かわいい。お、ゴリラがまた映るよ。ゴリラ見れました。一生懸命さ、ゴリラさ映してたつもりだったんだけどさ、ゴリラゴリラなんてさ映してるのも人だったりするんだけど、どうほらゴリラ見えるよなんてさ映した人だった。人のことゴリラって言ってたかもしれないよね。そうだね。でごめんね、ゴリラって言っちゃった人。あ、こんな小窓があるの、窓から。ああ、見えるけど、見えるけど遠いな、ゴリラ、ゴリラ遠いな、あっちの方なんだよな、ゴリラあっちの方なんだよな。遠いな。あ、見れました、ゴリラ大丈夫、人じゃなかった。あ、なんか食ってる食ってる。こういう時 iPhone だったらな。おお、近い近い。
結構近くまで来た。なんか食ってるよ。かっこいいねゴリラ。お、こっちにもいる。あ、登ってる登ってるゴリラ。おー、すげー。おー、なんか取ったぞって感じだねこれね。やっぱ高いとこ好きなんだねゴリラ。さすがゴリラ。ゴリラ俺じゃないからな。よいしょ。あ、見えた。よく見えますね。いいところ見ちゃった。教えてあげちゃった。ここから見るのは広くだよな。タクシーさん、ほら、降りてきてよ、ほら降りてきて、ほら。おいしい。やっぱりさ、さっきのさ、覗き窓からの方がよく見えたな。しかもなんか正面から見た感じだしな。何気に良かった、あそこ。こっからだとさ、真後ろだからね。ほら、お尻しか見えない。やっぱさっきのが良かったな。よし、ゴリラ見た。なんせ人がすごいからね。さあ次はどこ行こうか。ハートマウス、青メキシカマット。あ、いた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 。ほら寝てんの寝てんの。バードハウス入り口。
生だったら頼む。これは何？かわいい。南コアリ君。コアリ君だ。南コアリ君。ゾワってするから。人形みたいな方持ってる。体重と体重のアリの体重を一緒にしてる。うん、顔出してな、何撮れたかわからないでも可愛い。鳥系が多いのかな。また鳥。これが一番可愛いな。よじ登ってる、よじ登ってる。わからん。結構見たね。やば。やば、僕トイレが近いんだけど、どうしよう。またトイレ来たかもしれない。どうしよう。あの子さ、口が長いんだから、あれ可愛かったね、あれね。どっか公衆トイレ、公衆トイレ。お、広い。ここ広い。公衆トイレあったー、公衆トイレあったー、あったー、またおしっこ行ってくる俺。
さっきはゾウさん見たらおしっこ行きたくなっちゃったけどさ、女子トイレは相変わらず混んでんな。ちょっとおしっこしてくれ。ちょっと画面暗くしないと、いろいろバレちゃう。トイレ近いんだもんね。水が冷たい。ただ今なんかソフトクリームとかなんか美味しそうなの売ってる。見に行こうかな。今何時？2時半？あと1時間半ぐらいか。あと1時間ぐらいか。ここにいるのは。お腹すいたな。美味しそう。あ、フランクフルトとか焼きそばとかがある。あ、焼きそば食べたいけど。焼きそば食っていい？焼きそば。自撮り棒俺変えようかな。この三脚ね、いろいろ持ち運ぶの大変なんだ。普通のやつに使えようかな。よし。ちょっと休憩休憩。モノレールってどっから行くの？モノレール。小さい自撮り棒は持ちやすくていいやね。
焼きそばとフランクフルトをちょっとゲットして、これからお昼や、お昼遅いけどお昼を食べようかな。はあ、お腹空いちゃった。ちょっとこっち楽だわ。ちょっとお茶は持ってるから、このフランクフルト焼きそばを買おうかな。焼きそばとフランクフルト、はい、はい、あれあれなんか食べます？いや、いいですか？おりさん、もういいんですか？あっちは。おりさん来てくれた。おりじゃ場所わかんねえよ。おりさん、フランク食べてください。お腹空いてないで大丈夫ですか？どっかお昼食べようかなと思って。3列目あ、3列目が空いてるかな。大丈夫かな？配信しやすいところへんで。あ、一番取られちゃったな。パンダ見ました？見てない。今いっぱいでしょ。これでいいかな。こういうとこ怒られるか。いいや。お疲れ様です。ってかわざわざありがとうございます。びっくりしちゃった。いや、まあ通り道なんでね。どこにいんだこれ。堀さん大丈夫ですか？ちょっと大丈夫です。大丈夫です。あれ、あ、消えちゃった。消えちゃった。バッテリー、いや、のはずじゃないんだけどな。バッテリーレジンとか言ってる。配信たまたまんまじゃん。いや、あれ、見えない。あ、やってるね。あれ、明るく画面がね、今暗くなっちゃってて。あった、反応しない。なんで、堀さんが来てくれた。もうよく見つけられましたね。30分ぐらいかかってますよ。そんなに。トイレ入るからどこのトイレ。結構明るくならないんだけど画面が。雲と建物みたい。今この辺かな。雲と建物。
焼きそば、焼きそば言ってトイレ入ったな。じゃあ下か。あ、やっと暗くなった。おお。ついでにその前、あ、向こう出てますよ。まだ止まってないね。よし。オーディション受けないんですか。あ、ベルテンちゃん、ありがとう。本当に行くの。堀さん。こうやってね。そう、オーディション、俺受けんの。なん桜みたいな感じじゃないですか、みんな。そうなの。来ないんじゃないですか。どうなんだろう。一応ほら、オーディションは、ね、配信 NG の人もいるから一応ダメねっていうことはそう言われたから、じゃあ通常のなんて下町のライブ8時からだから、いやそこから配信しようかなって思っていたんですけど、こっちがいいかな。結構集まってるね。ハズムタブさんだ。ありがとうございます。うん、ホールさんは出るんですか。出ないですよ。バルさんに出ろって言われたけど。出る意味があるんですか。いや、ホールさん一応あるじゃないですか、いろんなところ出てきてさ、お客さんならに俺いいんだよね。客として。白とピンク。あー、もしかして。すごいのあるよ、すごいのある。これ見しちゃっていいですか。あ、いい、大丈夫です。バーにならないですけど。パンティーパンティーマスク。パンティーマスク。あ、すげえ、ね、値段を切っちゃうけど。あー、どっちがですか。ピンク。プレゼントしますんで。いいんですかこれ。いただいちゃった。いただいちゃった。これね、マスクだからかぶれる。あ、口につけるんだ。これ口につけるんだって。怒らんないですね。動物園ならやめてた方がいいから。あ、動物園はダメかもしれないね。子供の目が。うん、いろんな目線がね、いろんな人もいる。配信者としてはつけないとダメなんじゃないですか。つけると。つけながら配信。堀さん来てくれたってとこ。まあこれリア突みたいな感じです、ね、そうですよね。なんも俺プレゼントないんですけど今。ちょうど秋葉原にいて上野経由で行くつもりだったんで。ああ、じゃあ本当にちょっと寄ってみるのから京成線で1本で行けるんで、意外と近いんですね、こっから。なんだろう、そうでもないかな。あ、そうなの。そうでもないかな。なんか車だとね、30分ぐらい、だった。その、なんだっけ、お花じゃ駅まで30分っては書いてあったけど、まあ当然混むでしょうから1時間ぐらいは見といた方がいいかな。何か意図的なの。わざと裏から入ってきた。西口っていうんですか。あ、西口が裏なんですか。裏というか、池の方。さあ登ってきて、まあまあ、パンダからスタートしてるから多分こっちに出てくるんだろうなと思って。いろいろ予想してたんで。なんか池坊で今なんかあれやってるんですね、縁日みたいな。10店舗ぐらい、たこ焼き、焼きそば食おうかなと思って。いや、高いな。高いんですよね。いただいちゃう。いただいちゃう。パンティーいただいちゃう。これ持ってていいんですよね。これかぶってて下町でつけてください。下町でつけます。みんなから嫌われてください。これ嫌われるんですか。わかんない、カイピョあたりからね、最低みたいな。見られるかもしれない。カイピョちゃんもわざわざ見て大阪から来てるんですか。すごいな。
どうも、ホリバウリです。ホリバウリです。あ、ホリバウリ。今日全然そんな格好してない。まあまあでも、ここにだいぶ OK です。パンスカップになるんですね。じゃあ、キアラさんいるじゃないですか。あれにちょっと頼まれ物があって、ちょっと今、行ってきたんですよ。キアラさんも。いや、いつも二人組なんですか。じゃないですかね。あんま詳しいこと知らないですよ。夫婦なんだか、カップなんだか。なんか否定するんですよ。英作さんは否定するんですよ。カップルじゃないです。じゃあどう見てもカップルやろ。じゃあ夫婦仲いい友達みたいな設定で英作さんはやってるけど、キアラさんはそんなことになればっていう。でも毎回出てくれてますもんね。まあ、ニコイチみたいな感じで。キアラさんが一人で出るのが恥ずかしいんだからなんかつって、アシスタント的な感じで後ろにいるんだけど、それを叩かれてるのがなんか英作さんは。子さんとのやり取りだから、お前目立つなよみたいな。目立って、俺歌わねえからみたいな、バックダンサーなんだけどっていう意見もわかるし。でもあの格好に十分目立ちますけどね。今日持ってくの忘れちゃったんですよ。え？高ぶりも？宇宙人みたいな。授かったのに。授かった。出番がないから置いてくる。ガヤさん大丈夫なの？すごいですね。俺さっき知ったんですよね。画面見て。うわーみたいな。大やけど。何でやけどしたの？なんかスプレーガスばっかり。なんだ。だいぶ、ね、腕まで焼けどしちゃったみたいな。で、バオルさんはバオルさんにあのツイッターが一回ね、聞いてたし、何かあったんだろうか。心配してたさなか、下町ライブの告知してたから、あ、じゃあ大丈夫だ。予定通りやるみたいな。周りのモチベーションがちょっと下がってるんですよ。あ連絡取れないんだけど。直後だけに。当日なんだけど、あの人。集合時間いつっすかみたいな。当日に聞かされるっていう。王子さんが4時から。いや、打ち合わせみたいな。オーディション自体は6時からなんですけど、それもエントリーとかもあるじゃないですか、ね、順番決めたりなのかわかんないですけど、4時集合、俺出ねえよ。桜でね、2人ぐらいしかいなかったらね、桜になるけど桜じまい。前の回の時に僕もって言われたんだけど、審査員は誰ですかって言ったら、思ってましたね。審査員お客さんらしいです。あ、お客さんだよ。まあ、なんだろうな、バウリアの方は全員合格だと思うんですけどね。行けたら合格って言ってました。じゃあ俺、王子生行かなくていいんじゃねえ。何でもありだから楽しくやってますよね。あいつだっけ、今週ぐらいバオリさんから連絡来たんですよ、来年のサッカーのやつ。キャプテン翼カップのパン送られてよろしくって言われたんです。何これ、え、みんなでサッカーやんのみたいな。サッカー、フットサルどっちやみたいな。シューズとかって言ったら違う。あ、違う、そのイベントで歌えるのをなんか応募で受かってみたいな。で、30分枠かなんか勝ち取ったんだかなんかでみたいな。バウリさん、松潤で、キアラさんたちとあとマロンスリーで出る。あ、そっちね。なんか混合でサッカーやんの。まずそうなりますよ。サッカー体系誰もいなくねえかと思いながら。やるのはいいけど、人数集めちゃえばすぐ交代できるから、
たいな、ガチで来るぞみんなみたいな遊びに行ったら殺されんぞ。男女ミックスの子供入りのみたいなだったら、まあまあまあ楽しめんのかなみたいな、うん、子供が中心になりそうだな。何思ってんの、俺にキーパーやれっ て、いいけどそれシューズがね人工なのかね、天然なのかでも変わっちゃうし、うん、マオリさんから来るライン結構こう短文なんでね、あのそこからいろいろ想像しなくちゃなかなか、ね、先月誕生日だったじゃないですか。あ、はい。でもうなんか連絡取れねえから、あのクイーンに靴預けたんですよ、買ってってそうだった。そしたらなんかこの間のライブで履いてくれたらしくて、あの厚底の、はい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 、動画を送ってきて、宝物にしますとか。いやそんなつもりであげたんじゃねえんだけどなあの衣装にあの靴は合ってなかったから、レインボーはレインボーなんだけど、それだったらね、なんかそれに合うやつ売ってたから、サイズわかんないから教えてって聞いたらいいけど、もう忘れちゃったから、ガヤさんに聞いて、じゃあ買っとくわ。買ったらすげえでけえ箱で、いやこれ持って帰るのもめんどくせえし、住所も知らねえしな、あ、そっか、クイーン預けとくわ。多分2週間くらい預けてたんじゃないか。で、掃除ストーリー行きます、サイズぴったりぴったりぴったりっていう動画が送られてる。あ、バルさんサイズいくつなんですか。25。あ、でか。ただその靴のサイズが S、うん、M、L みたいな感じで売ってるんですよ。わかんねーこれなんすか、S、M とかわかんない。で買ってちっちゃかったら、あの娘にあげるみたいな感じだったんで、まあ、25って店員に聞いたら、あ、じゃあ M で入ります、じゃあそっちょうだい。SM だと分かんないですよね。じゃあ僕プレゼントというかですね、僕の名刺を、あ、はい、ありがとうございます。ガチ名刺ですけど、まあまあ見せらんないやつガチ名刺、携帯の方も書いてある。 ありがとうございます。でも画面映せないガチ名刺、会ってくれた方に漏れなくて僕も配信探しますどういうこと。いや、なんか、あ、かっこいい本物。あ、ですか。オリジナルティーシャツ。ティーシャツってこれだったの。これで3000円ぐらいですか。1万でもこれもう、ただの、なんだ、業者に頼んでここだけプリントしてもらう。もともとのデザインがあのドラゴンボールの。あ、はい、ですよね。その感じを、なんか自分の感じにしてくれるってやつなんで。3000円ぐらいですか。なんかね、ステッカーってのは何もないんで。で、今、ステッカー作ろうかなと思って。デザインのこの、うん、僕もこれこういうんでステッカーが欲しいな、うん、で一応なんだカイピョンさんが描いてくれたんですよ俺も。ああ、その絵をですか。絵というか今待ち受けにしてるんですけど、うん、この絵描いてる。ああ、かわいい。これでステッカーかわいいじゃないですか。へえ、に触れたんで俺これ、このデータはあのなんだステッカー屋さんにやって作ってもいいし。ですよね。販売はしないで、プレゼント用に作りたいんですよ。なんか買ってくれた人とか。うん、でまあ、なんだろうな、有名な配信者がみんなあのミックスさんって知ってますか。イラストレーターで。ああ、そういう人が配信やってるんですか。大手、まあまあ大手のなんかあのステゴロとかのデザインとかしてる人。この間のあの前回のなんだっけ、ヨハネ様がシールもらえませんでした。もらってない。ヨハネさんからシール、あ、もらったから。あのデザインなんですよ。あ、そうなんですか。あれが今、あのモンジョリさんとかデザインして、はいはい、で値段知りたくて聞いたら、まあ、ちょっと安かったです。やっちゃおうかな。そのお金のやり取りではないですよ。お金っていうか、その何、甘寄付まあまあ、なんだろうな。例えば、コチョボーさんがこの顔をちょっと送るじゃないですか、データ、はいはいはい、写メをこれやってっつって
でそのやり取り DM でやり取りらしいんですよ、でこっちが気に入ってゴーサイン出したらその天城くんのこの一番安いなんじゃないですかあれのコードを送るとみたいなデータ送れるみたいな。ソフトクリームはなんかでプラスそのシールにするんだかなんかでなんかまた1分ぐらいで100枚単位のなんかシールが作ってくれるみたいな。そんな安いんだ。まあなんかいいで大手になるとその例えばリスナーさんがそれを作ってくれたりもするんですよ。だそのエルママさんとかの、 リスナーさんが作ってエルママに渡すとエルママがタダで配ってる。まあ販売してる人もいるけど。でモンジュリさんに関してはそのミックスさんがリスナーなの。デザインを描いてくれてデザインはくれるんだけどじゃあ買うからシール作ってあの人無料で配ってる。もうなんかステッカーとか、ね、作れたらやっぱ無料がいいですよね。でなんだろうな、俺がリスナーの気持ちを分かってるからなんか、まあ、その配信者の欲しいって気持ちもあるし、お金買ってもいいし、まあ、届でもらったらもっと、ね、印象に残るかな。例えば知らない人に配ったところであ配信してんだって見ても送れるし、押し付けです押し付けで言いたいリンクこれ今日バルさんに返すんだよこれ借り物ばっかりで、ね、衣装も車に積みっぱなしだちゃんと洗濯をしましたんです洗濯したんです洗濯をしてバウリっぽいメガネは原宿でこれ500円で売ってるでももう色がないですよ、ね、赤があと1個売ってるか売ってないかでも白もないし紫もないし若い子みんなねこれやってるらしいですよ。バウリさんもねこういうの持ってるあれが売ってないですよね。黒縁でここだけピンクのがもう売ってないです。あー2ショップだいたい秋葉とかに行けばみんな売ってそうな気がしますけどだいたいそうじゃないですよ。シャターバーとかそういうのもね、いっぱい売ってそうですよ。後ろからポンって抜かれて今日はあの秘密兵器でユキ太郎モデルをおすごい何に使うか分かんない肩タックタックっぽいなんかパンチ避けてくれれば一応普通になってるかな。なってたけどなんかダブルブッキングっぽいですね。昼間なんか他のライブがあるっぽいじゃないですか。あ、じゃあちょっとだからあの一番今日鳥なんじゃないかな言ったら今日かな鳥前かな鳥まつるのかな時間に間に合うのかな。あの人今ギリギリかな1時間前ぐらいかな来て、まあ、もメリットがないかなあ、こっちに、こっちっていうか向こうも楽屋であの着替えたりしてるし、10分ぐらい静かにしればあの人なんか高めてるから、あの通路の言っちゃいけない話しかけないでってオーラを出してる。そうなんですよ、そんなこと言ってるんですよ。いろいろね、目指すところが高いらしいですから、ね、まあまあ、クラウさんもみんなそうだけど目指せ地上波突っ込んでいいのがよくわかんないよ、ね、そんなの何だろう、ね、ゲームなのリアルなのまあな感じもしますけどね。なんかね、うん、もうだいぶ疲れてる時はあのこうカメラからちょっと外れるとだいぶ落ちてる今見たことありますだいぶお疲れなんだね。なんだろうね、中身が男性なのかな。俺とか言ってきてでもそのスタイルだってこっちもそのスタイルで行くぞみたいな女として扱わねえからなみたいな
見てたら怒られる。大丈夫だよ。グドグドグドじゃないだろうな。多分大丈夫だろうな。動物園でタバコ吸えないんですよね。そうなんです。12月12日からダメらしいんです。一歩出れば、ね、大丈夫らしいんですけど、ね。3日前まで吸えたんですか。そう、あ、そっか。そういうことだ。タイミングが。タイミングはあれですよね。タバコ吸えたんです。大事に。サンタの格好しないですか。借金とかどうかな。上下あるの？ちょっと高いけど、300円ぐらいで、なんか上着300円、下300円みたいな、多分あるはず。フィルトだからちょっと失敗すると破けるけど、1日ぐらいなら持つかな。使い捨てでね。これじゃ何でも似合いそうなの？サイズがあるのにないです。サイズがない。サイズがない。でも、LXL とか。知ってくと、それはそれで食べそうなんです。お花じゃやがもう、100均が1箇所しかないぞ、駅の向こう側に。キャンドゥが売ってるかどうか。クリスマスが売ってんのかな。お客様に迷子をお知らせいたします。ダウンに黒の長ズボン。どっちでもいい。そっかに配信に付き合わせとかやっちゃうんですけど、まだあっち側全然見てないですよ。でもあれなんですよ、キアラさんたちが準備する前に渡さないといけないし。あ、じゃあ忙しいです。あの人たち撮影とかがあるから。あー、YouTube のね。それ終わってからでも、なんかあの歌のなんかあれがあるじゃないですか、段取りが。あの人たちで、なんかすぐいなくなっちゃうじゃないですか。なんか飯食いたり、なんか言えないけど、あのミニストップで溜まってるじゃないですか。あいつらってしちゃった。怒られるぞ。ミーティングがあんなとこでやってんだ。タバコとか買いに行くと、あれっつって、あのイートインのところになんか5人ぐらいで固まったあのお笑い軍団の。この辺じゃ見ろよみたいな感じで、どうやってるんだ。よく集めますよね。みんなあれでしょ、ボーイさんとかこういう方すいません。顔が広いっていうか、なんていうか、どこでみんな どう知り合ってくるのか分かんないけど。原作さん、いろんなライブとか行ってるから。あ、で今のなんだっけな、名前出てる烏山さん、はいはい、お笑いの人、あの人に誘われて、来年お笑いをやるために今お笑いも勉強してるみたいな。へえ、でもいいなぁ。大して色々ね。でもあそこに行くとね、元気をもらえますよね。今僕はこっちとか大好きです。リスナーさんプレゼントでパンダでも買ったらよかった。ちょっと思ってね、今パンダどこに行ったんだろう。あっちに下の方になんかショップがあったけど。あっちですか。下っていうか、一回上上がってもう一回下行ってんの、なんか最後出口のところになんか2軒ぐらいありましたけど。ね、なんかこのちっちゃいのもいいからね。豚のクソタケです。クソタケ。こんぐらいで1800円ぐらい。うわ、タケ。マジで。うわ、タケ。多分まだここまでしか行ってない。ここから先か。まだ多分何も見てない。カバさん。知らなかったかな、爬虫類。これだ。ここがすごい混んでるんですよ。3人から。あや。上野動物園です。うちんちの近所にズーラシアっていうのがあるんですよ、横浜の。あそこもう冬になるとダメですよ。一応その檻というか、その動物のブースがあるじゃないですか、はいはいはい、あそこに暖房を置くんですよ、専用の。そうするとそこの前でみんな丸まってるから見えないですよ、うんうん、え、金返せよってぐらい。あれどこにいんのって言ったら、もう巣みたいなところに暖房に入ってくるまっていくから、うん、いっぱいいるんだろうな。だってね、なんかモノレールが飛んでるんだ。あ、動いてないですよ。動いてないよ。
終わっちゃったもん、夏休みとかじゃないですか、ね、覚えてるの見たことないですよ、日曜日の。あ、そうですか。ないかな。今のポジションが乗れたら欲しいなって言ったんだけど、そういうのこれ地図にも書いてないんで、どこが乗り口なんだろうな。この上かな、上にもう一個広場があるんですよ、そこが乗り場というか。まあでも動いてないんだよね歩くしかない。動いてる形跡はないですね。ない。確かになんか最終列車がなんかニュースでやってましたけどね、廃止とかってあったんだだからもしかしたら動いてないかな、3時か1時か寝れるかな。俺はもう行っちゃおうかな行っちゃおうかな。いいですよ、バウンド配信もついてるんじゃない、ついてないかな。さっき車乗ってたけど配信やってんの。配信しながら、今ガヤさんがさっき配信してたけど、今日はなんかバウリカーだったよ。ガヤさんのじゃないの。ガヤさんのこのハイスじゃなかった。時代急遽だね。どっか出かけてたか。結構顔痛々しかったから、もしかしたらお休みなのかな。ガヤさんにマスクでも買っておこうか。ファントム、ファントムだけ違うの。オペラ座の怪人なんだ、ファントムだ。半分じゃねえか、ガヤさん今全部か。A 作さんっぽいマスク買ってったよ。ファントムじゃない。下が上じゃない。ハンニャがなんか言ってたかと思った。ハンニャ。でもガヤさんちょっと心配ですけど。大丈夫なの？その辺の配信してたのかな？してない事故なの？多分してないよね。配信者としてはもったいないな。数字取れたのに。でも考えつかんで、爆発ですかね。爆発ですから。まあ、子供に怪我なかった分良かったのかな。まあね。本人だけでとりあえず生きてるし、大したことなければね、十分なんだけど。病院行ってないでしょ。行ってないんですか。おおおお、救急車呼んでねっつったんだ。呼んで大丈夫。アイスロンだからなんかで冷やして、まあ圧残んなきゃいいけど。ね、やけどは残りますからね。さんもいい歳だから、まああれなんかなまだね、20代とかだったらああってなるから、ね、あ、ごめんなさい、やってるあ、下から来たことあったんですか。こっち叩いてるね。治りちゃうあ、行ったっすよ。もう着いたんだよね、着いてないのか。買い物中か。見ていたしいな。そうなんだ。なんか塗ってんのかな。早くなってほしいな。ちょっと痛いらしい。でも今日会えそうですね。車から出てこないかな。夫婦喧嘩が始まるかも。日常茶飯事ですよね。いやでもぶっちゃけ仲いいらしいっす。配信回ってないところは。あ、言っちゃ、言っちゃいけないのか。逆なんだ。配信的に見てやってるかな。いや、一回なんだっけな、アーシャ撮った時に、夜景撮るんで街の時にみんなでご飯食べた時に、二人揃って仲良く座って、なんかこれも食べる、これも食べるって、まあ、気持ち悪って言われて。配信ではそんなことやんねえじゃん、みたいな。実は、おしどり夫婦みたいですね。いや、やましい限り。配信回ってねえとそうなの、みたいな。喧嘩もあるけど、喧嘩するほど仲いいと思います、いいことです。じゃあみんな会わないと。
あれ食べないとね。え、小島さん何時頃来るんですか。一応6時、うん、6時前に入ってます。5時から5時半の間に着いていた、うん、現地で待ってます。ちょこいつをバンと置いて場所取りしておかないと。あとで後ほど現地で待ってますんで。はい、ありがとう、ありがとうございました。堀さんでした。バイバイ。いや、すいません、ありがとうございました。嬉しかったです。かわいい。いや、でも気をつけてくださいね。行ってます。はい、お疲れ様です。お年頃が届いておりますので、西へ。いやー、堀さんが来てくれたらびっくりした。まさかさ、リア突に来てくれると思わなかった。俺さ、もういなくなっちゃったしね。いなくなっちゃうも早いな。クンも突然来たけどね、びっくりしちゃった。プレゼントもいただいたしね。よし、じゃあこのまま次のステップへ行きますか。ね、やべ、財布落とした。あ、やばい、17% しかない。とりあえずこれ充電しとかないと。やばい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 。どうせいいのか。まずこれ食ったやつ返さなきゃ。これ食べる。これね、お盆を返さなきゃ。お盆を。ごちそうさまでした。よし、僕返した。よし、じゃあ次行くよ。アメリカなんとか、アメリカパグだっけ。よいしょ。あ、いたいた、でかパグ、でかの中に潜んでる、うん、パグ。
パグちゃんでした。さて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 、この後は俺自分の居場所がちょっと分かんなくなっちゃったね。パグがいるところ、もうね半分は見たからね。迷子になりそう。どうしよう。あ、あっちになんかいろいろいる。あとパンダのぬいぐるみ、リスナープレゼントで買っていこうかな。なんかめちゃくちゃ高いって言ってたけど、どうなんだろう。あ、この辺はいろんなね、いろんなあれがいるよ。これ、ね、これやっぱりね、自撮りのは疲れるんだよ。長いやつじゃない方が良かったかな。付け替える。あ、なんだ。ん？まあいいや、とりあえず見よう。放火座立、わかんない。アミリコ入ってるとちょっと分かりにくいな。ニホンザルもいるよ。よし、ちょっと自撮り棒を付け替えよう。やべ、ダメ。寒くなってきたし、あ、おめさんいらっしゃい。うんこありがとう。今ね、上野動物園で徘徊してます。後半ですよね。まずはお、アザラシだった。アザラシ、あーかわいい。
え、堀さん帰られてるんですか。そうそうそう、一足先に、下町サンデーナイトの会場へ向かいました。はい。人間の檻、ん？人間の檻、かさこさんにどこにいるんだろう。どこいるんだろう。実はいるかもしれないね。ちょっと見つけたい。かさこを探せ。このアザラシ写真撮りたいんだけどな。かわいいな。かわいいね、アザラシ。あ、上から、うわ、でっか、でっか。氷の回路ってのがあるんだって。ちょっと回路してきますか。もしよかったらね、あのコインをいただけるとありがたいです。北極グマだって。わかんねえ、こっから見えねえ。今いないのかな、北極グマ。わかんない。ここはスルーしよう。ダメだ、わかんない。あ、日本猿日仙。ちょっと日本猿見ていこうかな。アザラシだって見れてよかった。
あ、松本ちゃん、帰り、いろいろ見えましたか？はい、もうアザラシからね、なんかいろいろ見てきましたよ。まだね、後半です。実はまだ後半です。これから、日本、あと半分とりあえずね、今ね、猿を見に行こうと思ってね、今、日本猿西園のところにこれからちょっと行きます。これは並んでるのかな？並んでますね。するよ。白熊、猿ってどこにいるの？俺猿見に来たったけど、北極今来ちゃった。
カクカクしてませんか？